さんこんにちは。今回は西武線沿線サミット企画展の開催についてお知らせします。豊島区、飯能市、秩父市と西武鉄道とで結ぶ西武線沿線サミットの共同企画展を開催します。西武線沿線サミット企画展、笑顔の傘が広がる西武線沿線の街を開催します。西武線沿線サミットとは、西武池袋線、秩父線の起点・終点である豊島区、飯能市、秩父市と西武鉄道とが協力して、観光を中心とした交流から教育・文化などの幅広い分野で連携しようという取り組みです。この企画展では、それぞれの町の魅力を発見し、伝統文化を体験することができます。ぜひお越しください。日時は12月7日金曜日、8日土曜日、9日日曜日の午前10時から午後7時です。会場は西武池袋本店別館2階西武ギャラリーです。企画展では、ゆるキャラ撮影会や西武線沿線サミット写真展、受賞作品展示、西武線沿線サミットパネル展示などが行われます。その他、それぞれのブースが特色ある展示を行います。豊島区、ハートプロジェクト写真展、漫画の発祥地トキワ荘展、伝統工芸体験教室、飯能市、池袋から50分の身近な自然と木の文化をテーマにした展示と体験コーナー、秩父市、秩父名線の機織り実演展示ほか、西武鉄道お子様制服撮影会、鉄道グッズ展示です。詳しくは広報飯能12月1日号をご覧ください。お問い合わせは制作企画課、電話973-3323へお願いします。以上、西武線沿線サミット企画展の開催についてお知らせしました。それでは引き続きウィークリー情報をお伝えします。12月9日日曜日、エコツアー里山のリース作りツアーと、同じくエコツアー年越し文化再発見の旅2012が行われます。12月10日月曜日、健康相談が保健センターで行われます。12月11日火曜日、1歳6ヶ月児健診が保健センターで行われます。同じく税務相談が市役所市民相談室で行われます。12月12日水曜日、創業経営相談がステップで行われます。同じく人権擁護委員による何でも相談が市役所別館相談室で行われます。12月13日木曜日、身体計測会が保健センターで行われます。対象は小学校入学前のお子さんです。12月14日金曜日、リユース品販売会がクリーンセンターで行われます。以上、ウィークリー情報をお届けしました。続いてその他のお知らせです。大通りポケットパーク愛称募集のお知らせです。中心市街地活性化事業の一つとして、大通り商店街の一角に公園を整備します。飯能市商店街連盟では、この公園が有効活用され、町の活性化に大きな役割を果たすことを願って、公園の愛称を募集しています。応募方法は、はがきに公園名と住所、氏名、電話番号を記入の上、郵便番号 357-0032 飯能市本町 1-7
飯能商工会議所内公園名係へ郵送してください。はがき1枚につき公園名1つの応募とします。応募期限は1月31日木曜日までです。入選発表は広報飯能3月1日号などで発表します。詳しくは広報飯能12月1日号をご覧ください。お問い合わせは飯能商工会議所電話974-3111へお願いします。市民参加推進課からのお知らせです。第4次飯能市男女共同参画プラン案についての意見を募集します。市では第4次男女共同参画プランの策定を進めています。皆さんからのご意見を募集します。募集期間は12月4日火曜日から25日火曜日までです。閲覧場所は市役所市民参加推進課窓口、市政資料コーナー、各福祉センター、各地区行政センター、市立図書館、市民活動センターです。市ホームページでもご覧いただけます。意見を提出できる方は市内在住または在勤在学の方です。提出方法は各閲覧場所にある意見投入箱へ投入いただくか、郵送、ファックス、E メールで市民参加推進課へお送りください。お問い合わせは市民参加推進課電話973-2626へお願いします。廃棄物対策課からのお知らせです。リユース品販売会のお知らせです。日時は12月14日金曜日午前10時から正午、午後1時から3時です。会場はクリーンセンターです。販売されるのは家具類が中心です。家電製品、自転車の取り扱いはありません。お問い合わせは廃棄物対策課電話973-1166へお願いします。障害者福祉課からのお知らせです。飯能市ふれあいアート展を開催します。市内の障害者施設を利用する方や団体で活動をしている皆さんの作品を展示します。日時は12月4日火曜日から9日日曜日の午前10時から午後8時です。会場はショッピングモールサビア飯能店1階サビア広場です。お問い合わせは障害者福祉課電話986-5072へお願いします。放送内容についての市役所へのお問い合わせは平日午前8時30分から午後5時15分の間にお願いします。以上、飯能市役所インフォメーションでした。それでは今日も元気にお過ごしください。ご案内は飯能市役所広報情報課でした。市からのお知らせは広報飯能のほか、飯能市ホームページまたは飯能市公式携帯サイトからもご覧いただけます。また飯能市ホットメールではメールアドレスをご登録いただいた方に市からの身近な情報を随時メール配信しています。市携帯サイトからご登録いただけます。ぜひご活用ください。